田中ファーム、田中歩さん。阿蘇市で祖父の代から受け継ぐ畜産農家を営む。繁殖、肥育、販売までを行う一貫経営で、黒毛和種の肉牛を取り扱う。牛にストレスを感じさせない環境づくりや草原の野草を与えるなど、阿蘇ならではの飼育方法にこだわり続けている。畜産利用にとどまらず、草原の魅力をアピールすることに未来の阿蘇の姿を夢見ている。私がですね、小学生の時に、さっき今日見ていただいたと思うんですけど、保育をですね、ミルクを飲ませるのをやったのがきっかけだったと思うんです。では可愛いなと思って、で父がですね、やってみるっていう感じでですね、で最初、遊びっていうといけないんですけど、そういう感じで何かやってたら、自然とこのいうところに進もうかなと思ってですね、始めました。親牛がですね50頭ぐらいで、で育成と肥育を合わせて10頭ぐらいですね。で子牛が30頭ぐらいいると思うんで、だいたい90頭から100頭ないぐらいですね。そうですね、うちはもう家族系だと、今のところ家族系だと思ってるんで、うちとだいたい奥さんがメインで、あとはたまに実習生だったり、子供だったり、そういうところでですね、今やってます。熊本の方から来て、そういう農業とかですね、畜産の環境では長いところに来て、で、最初は牛の本当に種類も分からずに、で最初はですね、興味があるっていうか、そういうところでですね、手伝ったりはしてくれたんですけど、今はもうすごい主力として頑張ってまた。はい、同級生の友達とかにもですね、よく考えたらあなた珍しいよねって、自分で種をつけて子牛を産ませて、で生産して、で肥育、育成して肥育して、でお肉のカットまでするっていうのはあなた珍しいよねって言われて、でそれで自分でもハッと気づいてなんかいろいろやってるなって思ってですね、でもそれも楽しみもあり苦労もありながらですね、やれてるところかなと思って、それで今までですね続いているのかなと思います。例えば子牛とかもですね、市場に売るんですけど、ただこういうふうに市場に合うような牛を作るっていうんではなくて、自分のところの飼育に合ったっていうところの飼い方ですよね。それをなんか少し求めるようになったり、例えばあとはもう阿蘇っていうところの土地柄を生かした飼い方ですよね。阿蘇のものを使う、草を使う、稲わらを使う、あとは放牧を利用するとか、あとは野草を使ってみるとかですね、そういうところの考え方に少し変わりつつあるのかなと思っている。こだわりというわけではないのかもしれないけど、そういうところを少し利用できればですね、よりなんか地域にを生かしたですね、なんかそういう生産的なものができるんじゃないかと思って取り組んでます。本当に一言につければですね、そうだと思うんですよね。この中にいたらもう当たり前という感覚でですねやってるんですけど、でも今ちょっとですね考えてるところは、放牧の利用、牧野の利用ですよね。それと、それに対する管理ですよね、野焼きだったりとか、そういうところの大切さとか大変さとかいうのを最近感じるようになったんで、そういうところの維持とか活用をしながらの話であるんだと思うんですよね。だからその羨ましい反面、それなりの環境整備を整えないといけないなと思ってですね、それにそこが分かれば多分利用価値が本当にすごいあるんだなと思ってですね。多分一度
ダメになったらですね、多分元に戻すのはすごい大変だし、元に戻らないんじゃないかと思うんですよね。最近そういうところを感じ始めて、じゃあそれをいかに、まあ、ただ守るんじゃなくて、いかに利活用するのかとか、まあ、そういう利用もですね、いろいろ 進んできてるんで、そういうのを少しずつ考えながら、地域の、まあ、取り組みですよね。うちも個人的にもそうですけど、そういうのをやっていく必要性がもうあるんじゃないかと思って考えてます。草原の草っていうところのですね、考え方でいけば、今うちで取っての野草っていうのがあるんですけど、これが多分とってもなんかいいものだと思うし、重要だと思うんですよね。これ本当に阿蘇で取れる独特の草ではないかなと思って、今野草堆肥とかなんかそういうのをですね、取ってて、取られるところがあって、すごいなんか人気があって売れてて、割となんかそういうので作物作っても病気が少ないし、出なかったり少ないし、そういうところでなんか野草の野草っていうか、山とかそういう山の草とか全体的に見た時にすごいいいものだと思うんですよね。本当に魅力の一つとしてですね、本当に阿蘇の独特のものですよね。阿蘇地のものとしてのあれは大きいんじゃないかと思うんですよね。維持管理っていうところもそうなんですけど、本当に大きい広域的な目で管理をするっていうか、みんなで協力してそれを利用、利活用とか維持とかしていくっていうところも一つのあれかなと思いますね。それの一つの手段として、まあ、放牧があったり、再生があったり、まあ、野焼きがあったりとかですね、そういうところの話だろうと思うんで、そういうところの、まあ、本当に一番いいビジョンって言えば、まあ、極端な話するとそういう大草原で何かでっかいイベントができたらとかそういうのもなんかいいなとかですね、思うけど、まあ、簡単にそのできるようなことではないのかなと思いますけど、そういうのを一つの大きなテーマパークとしてやったらとか、まあ、そういうのもいいのかなと思います。もっと阿蘇をアピールできたり、もう自分たちのこういうふうに、こういうせっかくですね、そういう場所があるんでやりたいなというところも人もいらっしゃるんですよね。そういうところでなんか同じ農業、観光業とかですね、そういう人たちがですね、こううまくそういうところを見つけれればですね、面白いものができそうな気はしますけどね。